陸上自衛隊の山崎幕僚長はイラクの日報を去年3月に見つけていた責任者が国会対応で問題になっている文書という認識がなかったことを明らかにしました。センター長についてはそのものがですね、イラクの問題が、国会で対応問題になっているですね、文書であるという認識はなかったと。またこのセンター長は南スーダン PKO の日報に関する調査の対象ではないので報告しなかったとも話しているということです。これに先立ち自衛隊制服トップの河野統合幕僚長も一連の日報問題についてお詫びしました。結果として大臣および国会に対して背信的な行為を行ったと言われてもしょうがないと、このように思っております。防衛省は調査をした上で今月中旬にも問題となったイラクの日報を公表したい考えです。